今日はですね、ウルトラマン Z も第8話、3分の1を消化したのでしょうか、神秘の力という回で、坂本浩一監督、小林雄二さん脚本でしたけれども、ストーリー面としてはいかがだったでしょうか。今回結構こうガンマフューチャーとか出てきたり、はい、結構そういうその新しい登場とかがこう、うん、こうフィーチャーされたと思うんですけど、うん、僕的には結構ストーリーもいろいろ進んでるんじゃないかなと思って、はい、まずあのピット星人がこう、うん、Z ライザーに対して持ってるやつがウルトラマンだって言ってたじゃないですか、うん、だから、まあれを持ってたらウルトラマンだって分かっちゃうんですよ、うん、で、まあ、カブラギとか、まあ、ヘビクラもですけど、まあ、ダークゼットライザー持ってるじゃないですか、ねえ、でもあれって、まあ、普通の人からしたら違いなんて分からないじゃないですか、うんうん、でもカブラギとかヘビクラが持ってることに対してあいつウルトラマンだぞっていうストーリーの話になる可能性もあったりして結構こう伏線的な感じになってるんじゃないかなと思います。あ、後半ね、はい、そういった錯綜した展開になるんじゃないかというね、うん、まあ、あとピット星人がこう捕獲されたってことは、うん、まあ、なかなかこう調査とか入って、あ、そうですよね、はい、うん、カブラギに対するアプローチもあるんじゃないかなと思う、うん、そうですね。あとやっぱりあの陽子やゆかが、はい、うん、やっぱりあのこうウルトラマンの、まあ、正体というかですね、はい、そこに迫ってくるんじゃないかっていうようなねちょっと感じも出てきましたよね、はい、うん、ヘビクラじゃなくて、はい、ジャグラーとしてカブラギと接触するっていうのも、うん、まあ、今回一つ進んだ点かなって思いますね、うん、メダルの製法が、うん、分かっちゃったり、うん、まあ、あれでジャグラーが作れるようになるかは分かりませんけど、うん、制作法だって分かったってことは、うん、まあ、作れるようになるんじゃないかっていうのもありますね、うんうん、これまではジャグラーは役割としては隊長の役割を、はい、まあ、大きくは出なかった、はい、まあ、ちょっとこれからねどうなるんだろうというね感じが出てきましたよね、うん、まあ、あとはこうヘビクラがこう Z に対して、はい、ティガダイナガイアのメダルをパッて投げて、はい、メダルをなくなったかと思ったら、はい、まあ、最後カブラギがいっぱいメダルを落としてくれたんで、まあ、新たなメダルの獲得っていうのも一つあるんじゃないかなと、うん、まあ、そのメダルをめぐってストーリーが実は進行しているというのが垣間見えたというところですかね、はい、はい、ありがとうございます。はい、今回特撮的には、いかがだったでしょうか。そうですね、まず今回あのファイブキング、まあ、あのファイブキングになる前にトライキングが登場して、あの、まあ、そのトライキングに対して Z があのどういうふうに戦っていくのかっていう特撮が展開されていったんですけれども、まずそうですね、あの前回 あの坂本監督の7話の特撮が夕日の特撮を中心に撮られてたと思うんですけども、今回はあの最初にトライキングが暴れるシーンで曇天の中での特撮と、うんうん、で今回のメインとなる夜間のナイトシーンが結構冴え渡っていたのかなと思うんですけれども、うんうん、あのファイブキングがあの初登場したウルトラマン銀河 S ですと、田口監督がまずファイブキングが登場する際の天気っていうのが曇天だったんですよね、うんうんうん、まずね、あ、まず坂本監督はあのそのファイブキングの何でしょう、一種のリスペクトが感じられたのかなと思いましたね、うんうん、はい、そうですね。あとそうですね、やっぱりあの坂本監督はウルトラギャラクシーファイトでもそうなんですけども、グリーンバックをあの中心に使った結構ヒーローの取り方をしていらして、あのウルトラマンジードの第1話でもレッキングバースト、ジードはレッキングバーストを、打つ際に結構ぐるぐる回りながら、あ、そうですよね、そうです、煽りなんですけれども、あの背景がグリーンバックで後で合成するという形をとっていたんですけれども、うん、今回のこのガンマフューチャーですね、最後ファイブキングを倒す際に一旦小さくなってファイブキングの体内の中に入って光線を打つという形をとっていて、うん、あ、もうグリーンバックをあの何でしょうね、対応してその怪獣の体内から
光線を打つウルトラマンっていう新しい見せ方をされていたのかなって思いました、うん、はい、そうですね。あと坂本特撮の新鮮という観点で言いますと、あのファイブキング自体は坂本監督はあの銀河 S の劇場版でウルトラ重勇士で撮られてたんですけれども、うん、あの銀河 S の時のファイブキング、あ、劇場版の銀河 S のファイブキングというのは確かあの内引きのビルのセットの中からファイブキングが、はいはい、あの街を破壊するというシーンが挟まれていたんですね、うん、で今回もあの内引きのファミレスからあの、うん、ファイブキングと Z が戦っているところが描かれてたんですけども、うん、そうですね、劇場版の時と違ってあの Z がその Z ランスアローという武器を、まあ、エフェクトをかましながらファイブキングと戦っているって戦っているところをファミレスから映していて、あ、ちゃんとファミレス越しからもウルトラの光線のエフェクトが見えるんだなっていうのがかなり新鮮でしたね、うんうんうん、あのファミレスのシーン結構長かったですね。長かったですね。かなりそこから坂本監督の今回の何でしょう、こだわりといいますか、うん、結構今までの坂本特撮の特徴はありながらもそこからさらに一歩進んでる感じが結構 Z から見受けられましたね。そうですね、やっぱりその坂本演出的なところの凄さっていうのはやっぱすごく出ていて、まあ、そのエフェクトがすごく前に出ていて良かったっていうのもあるんですけど、まあ、最初にあの彼が言っていた通り、やっぱ曇天から夜景に移り変わっていくってところもやっぱりその、銀河 S から の受け継がれていくものっていうのも感じましたし、その夜景をメインに使っていたっていうところでそれを多分すごく効果的に見せるために、光物が結構多くて、そこがやっぱ綺麗だなっていうか、そのかっこいいなって思ったのと、うん、あとその銀河 S からの潮流みたいなのを感じると同時にその平成三部作からの潮流みたいなのをやっぱすごく感じて、うんうん、さっき回転演出の話してましたけども、そのガンマフューチャーが出てくる煽りのこの回転の前にファイブキングの見せ場のカットとして合成じゃないこうセット円形から舐める形でこう長回しで回転演出やってたんですよね、うん、こうそのリプライズ的にこう合成で坂本的なこう回転演出と伴ってガンマフューチャーが出てくるっていうのがなんかちょっと僕はいろんなこう流れがあって、さらにその先に今の坂本浩一監督がいるんだぞっていうこの感覚がなんか結構グッときて、うん、ガンマフューチャーはなんかその過去のものを背負いながらも新しいものを提示してるんだよっていうのが結構如実に出てたかなっていうのが感じましたね、すごく。それとまあやっぱなめのカットがやっぱ今回すごく多くて、そうですね、立体交差とか高架下からこう基盤的な感じで撮るところも結構ありましたし、まあ、やっぱ一番印象に残ったのが立体駐車場をなめて平成三部作の DDG が並び立ってるっていうところが、うん、やっぱもううわーってなってしまって、まあ、ウルトラ重勇士の時も坂本監督DDG が並び立つ結構レアなカットを撮ってらっしゃった感じですけど、やっぱ今回も並び立つカットで印象的なものをこう繰り出してきたっていうのが、まあ、僕の中ではかなり大きなものがありましたね、すごく。あとはやっぱりこの TDG が出てきたことによってこうウルトラの力をお借りするっていう意味で一人ずつ技を一個ずつ借りてて、うんうん、最初が、ダイナミラクルタイプのウルトラマジックですか、分身の技でプラスガイアのフォトンエッジをなんか手から二刀流で出してからのティガフリーザーですよっていうこのね、三段活用からのミクロ化で決めるっていうこのなんか、まあ、その間のエフェクトもすごく良かったですし、その TGG を背負いつつも自分の色を出していくっていうこの坂本監督の感覚がすごくまあなんというか偉そうですけどなんか偉いなっていう感じがすごくしてそういうところがやっぱりすごいなって思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、
今回はですね、ティガ・ダイナ・ガイアが、力をお借りするという想定だけではなく、まさかのもうそれぞれのキャラクターとして実像化して戦うというですね。いやー、本当に久しぶりに TDG、ティガ・ダイナ・ガイア、三大ウルトラマンが並び立ったということで、なんでしょうね、あの前回までが、まあ、坂本監督ご本人がメイン監督を務められていたジードと、はい、あと生みの親であるゼロの話を、はい、話というか登場をダイレクトに、まあはい、やりきっていた中で、はい、なんかよりさらに長い射程の文脈をなんか捉えているような感覚がありましたね、はい、まあ、まずそもそもファイブキング最後に倒した、うん、あの攻撃、まあ、ガンマフューチャーがミクロ化して内部で光線放つっていうのは、まあ、要はこのガイアの眼球の、まあ、戦いの最後のとどめの形をまあリフレインするような形で、うん、まあ、ガイアっていうか、まあ、ティガ・ダイナ・ガイアへのリスペクトっていうのは当然あったと思うんですけど、うん、まあ、なんかそれ以上にこう今までタイプチェンジっていうのが、まあ、ティガで初めてウルトラマンに本格的に導入されて、うん、でそれ以降いろんな形でそのタイプチェンジっていうものが受け継がれて、でニュージェネに入ってから過去のウルトラマンの力をお借りする、まあ、フュージョン系のそういう、うん、あの形態変化がいろいろつながってくる中で、なんか本当にもう行き着くところまで行き着いたといいますか、うん、到達点みたいなものを今回ちょっと感じちゃいましたね、うん、それぞれのこうヒーローの能力、うんうん、やっぱりこうねキレイロイドとのね、はい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 、初対戦の時のようなこう氷漬けにするね、うんうんうん、あの描写が出てきた時がちょっと震えるものがこうちょっとありましたね、うん、ありましたね、平成ウルトラマンというんですか、本当ウルトラマンのシリーズの文脈を強く感じるような、うん、そう本当にティガが初めてタイプチェンジしていた時の、まあ、コンセプトっていうのはやっぱり敵の能力とか強さに合わせてこう、うん、まあ、スピードタイプとしてのスカイタイプ、うん、力の強いパワータイプっていうの でダイナも近い形でミラクルとストロング、まあ、ちょっと思考を変えてミラクルは超能力使えるっていう流れが、うん、まあ、タイプチェンジの中で一つあって、うん、でガイアはこうストーリー展開に合わせたそのいわゆるバージョンアップですよね、うん、こうストーリー展開でアグルが一回退場するときにアグルの力をこう受け継いで、でそのそれまで対立していたものがこう調和して一つになったっていう、うん、この象徴として V2 およびスプリンバージョンが出るっていう、多分それ以降のウルトラマンっていうのはこの力を、まあ、敵に合わせて変えるっていうのと、こういう強化するストーリーのドラマの中に合わせて強化してパワーアップするっていう、やっぱこの2本がしっかりあったと思うんですよ、うんうん、だからもうこっちだとコスモスだとコロナモードで、こっちだとエクリプスモードがあったり、うんうん、で劇場版でフューチャーモードとかがあって、うん、でネクサスではちょっとまたさらにメタフィールド専用のフォームとしてジュネスとかジュネスブルがあって、うん、で本来の力を取り戻した能力としてのウルトラマンノアが、うん、でこれは多分ニュージェネでもあの特にウルトラマンオーブとかですごい使われてましたけど、まあ、こういう文脈がいろいろあって、でニュージェネでもそれと同じような2本のコンセプトを、まあ、過去のウルトラマンの力を使うっていう形で、まあ、銀河の特に銀河ストリウムですよねっていう形で導入していった中で、今回ついに過去のウルトラマンそのものを、まあ、おそらく、まあ、何かしらのイメージというか魔法というか超能力のような形だと思うんですけど、うん、ついにウルトラマンそのものをしかも初登場回にしてもう召喚してしまうという、うん、もう、まあ、その僕も当然ティガ・ダイナ・ガイアはもうもろ世代直撃の世代っていうこともあって、まあ、今回は本当に登場しただけでも震えましたけど、それ以上にそういうここまで、ね、ティガ第1話であのパワータイプにこう変身してからもう20年以上経った今、そうですよね、この時間の流れっていう、うん、そのウルトラシリーズの時代のダイナミズムみたいなのを、うん、タイプチェンジとかそういうものを通してみると、なんか今週来るとこまで来たなっていう、うん、本当になんていうんですかね、すごいニュージェネウルトラマンっていうのももう大河でちょっと一区切りついたと思いますけど、 Z っていう新時代の令和のウルトラマンの中でそういうダイナミズムを僕がしっかり感じられるっていうのが今回、まあ、出てきて、そう、まあ、本当に3分の1ちょうどウルトラマン Z っていうのが、うん、まあ、ある種の区切りにも近いと思うんですけど、あの初期のタイプが多分全部これで揃ったと思うんで、うん、これが今後この時代のダイナミズムを表現した回を受けて今後どう展開していくのかっていうのを含めて、ちょっと今まで以上に本当に期待できるなと思いました、ね、うん、そういう意味で言えばもう出揃った8本で、これから、はい、ね、の展開がね、ストーリー編の方でも話題が出ましたけれども、うんうんうん、そうですね、どんな風に転がっていくのか楽しみですね。次回予告でもキングジョーが出てきて、うん、もうすでに次回予告の映像がすでに挑戦的で、もう攻めたね構図がいっぱい出てきてね、いやもうこれはどうなるんでしょうっていうね、あの来週のスタッフの方が、監督が、中川和弘監督といって、まあ、シン・ゴジラの助監督であったりとか、あとあの大阪の
ユニバーサルスタジオジャパンのエヴァンゲリオン対ゴジラの演出をやられていたりとか、ウルトラマンとしては新顔なんですけど、そういうキャリアを積まれていた、結構今まで長い人材の方が監督をして上で、徳井監督がね、あの東映特撮のもうまさに大御所と言っても全く過言ではない尾上勝郎さんが、あの劇場版ウルトラマンタイガーのニュージェネクライマックスでも VFX スーパーバイザーとしてウルトラマンに初めて参加されてましたけど、今回ついに満を持して徳井監督でキング・ジョーを取るという、ちょっともうそれの事実だけでもちょっと震えるものがありますけれども、ね、いやまさに次回予告からしてもその迫力はすでに伝わってきてますし、そう、まあ、劇場版タイガーも昨日公開始まりましたし、まあ、そのウルトラマンのこのすごい乗ってる感じがもうこのままどんどん続いていったらいいなと、もう期待して見てみたいと思っております、はい。劇場版タイガーについてもですね、そうですね、また、こちらで話題にさせて、いやまたいただきたいと、またぜひ語らせていただけたらと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。